は、最近ネットで調べた、日本の霊ラインの一つである、玉前神社に行ってきました。まず、霊ラインについてですが、古代の遺跡には、太陽の道に沿って直線的に、並ぶように、建物が建てられたと考える説があります。その直線を霊ラインと、言います。霊ラインは、数々のパワースポットとして、話題のところもありますが、今回、霊ラインのスタートである千葉の玉前神社に、ツーリングしました。それでは、皆さんツーリングの時間です。千葉北インターから、一宮へ向かいます。約、1時間で、玉前神社に到着しました。それでは、神社の中に進みましょう。玉前神社は、玉より姫の御事、という、海の女神が、御祭神になっている神社です。実は、1回目の撮影は撮れませんでした。何かのパワーが撮影を拒んでいるのでしょうか。さすがに蒸し暑いが、暑さとは違う気を感じます。すでに手洗いとお参りは済んでいるので、どんどん進んでみましょう。お寺の裏には、何やら、ご神木がありますね。ご神木の周りを、素足でお参りする、裸足の道があります。ご神木の周りには、大きな木を感じますね。さらなる、パワーを求めて進みましょう。玉前神社は、女性の神様であり、ご神体は、海から寄せられた十二個の、光る玉が、祀られたという伝説があります。出発点が、女性の神様とは、何か強いパワーを感じますね。なんか、強い気をもらった感じで、嬉しいです。神様のパワーをいただき、ありがとうございました。また、旅に出かけましょう。しかし、大変なものを見てしまいました。皆さんで見てみましょう。あの白く光るものは、何でしょう。不思議です。
スポットの影響でしょうか。謎の白い発光体を目撃し、iPhone で撮影に成功しました。実際に、あの白い物体が何であったかは、未だにわからないままである。